これから7回ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。田中マウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターボックスは6番ウィーラー。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。初球打ちロペスが抑えています。ワンアウト。バッターボックスには7番パーラ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーなし。バッターボックスは8番吉川。先ほどの打席でアウトコース打ちました。セカンド取る。おっと送球がそれた。一塁アウト。スリーアウトです。反撃したいジャイアンツでした。草西さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね。なんとか出てほしいですね。そうですね。この起用に応えたい。いいボールですね。はい。アウトコース変化球が決まってストライク。変化球空振り。ワンアウトです。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。前の打席ではフォアボールを選んでいます。田中、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ノーボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね。目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。ああ、なるほど。やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい。低めにストレートが来ます。変化球空振り。3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。小宮山さん、ここはどのようなピッチングをしていけばいいですか。まあ、もう本当に慌てないことですよね。もうほぼもう間違いないわけですから、最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。引っ張った。詰まりながらもライトへ。ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは4番岡本。今日はまだ当たりがありません。インコース詰まりました。掴んでツーアウトです。5番バッター大城。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがセカンドゴロに。引っ張ったロペス。これでスリーアウト。試合終了になりました。 DeNA ベイスターズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、やはりチームとしてもエースの登板で確実に勝つというのは非常に